こんにちは。イメージコンサルタントの二上由美子です。ストレートタイプに似合うアイテム紹介。今回はザラ編です。冬におすすめのザラのアイテムを3つご紹介いたします。本日の動画もチャプター機能がついておりますので、見たいところへサクッと飛ばしてみてください。それでは参りましょう。ストレートタイプのまいさんです。今回のお買い物、はい、いかがでしたか？ザラさんはストレート向けのお洋服がすごく多いので、うん、お店に入るだけですごくワクワクしました、うん、ストレート感の強いラインが多いので、うん、個性的でもありながらもストレートさんが着こなせるアイテムが多いなという印象がありました。今回ご紹介するアイテムを使って完成したコーディネートがこちらです。ザラのアイテムは、中に着ているトップスとボトムススカートですね、あとアウターの3点です。ディティールのところで今年っぽいコーディネートに仕上がっています。それではそれぞれのアイテムの詳細をご説明いたします。まずこちらのアイテムはハイネックニットセーターです。ストレートの方に似合っているポイントなんですが、綺麗なハイゲージニットということです、はい、表面にボコボコしたりとか表面感がなくて目が細かい、それから薄っぺらくもなければ分厚くもない、うん、ちょうどいい厚さですね、はい、うん、デコルトのところはすっきりしています。そのあたりがストレートの方に似合うポイントです。着てみていかがですか？上半身がこうタボっとして見えてしまうんじゃないかなって思ったんですが、やっぱりこう着たらすごくぴったりはまって、素材感もすごくあったかくてすごく気に入ってます。ザラのアイテムはやっぱりデザイン的に結構大きめとか長めとかが多いと思うんですけど、普段選ぶときにどういったことにこう気をつけたら、もっと着こなしが綺麗になったりしますか？骨格タイプに似合うポイントが多いようにするとか、はい、何度も言っていますが、素材を重要視して選ぶというのが大事ですね、はいはい、今年着てるなって思うのがスカーフの柄のブラウス、もともとストレートの方に似合う得意アイテムなんですね、ポイントはとにかくペラペラとか透けちゃうようなものとかは避けて、はい、柔らかいんだけれども厚みがあって高級感があるものなんですけどね、はいはい、うん、そういうものを探すようにしていただくといいと思います。続いてのアイテムはレザー風ペンシルスカートです、はい、ストレートタイプの方はそのレザースカートは得意中の得意で、うん、流行ってる時はもうね絶対履いておきたいかなとは思います、はい、ストレートの方は、うん、結構センターのスリットが得意なんですよ、はい、ちょうどねセンターにありますので、はい、そうですね、うん、どこから切り取っても似合うアイテム、うん、着てみていかがですか？王道ストレートっていう感じの形と素材感なので、うん、ものすごくヘビロテしてるんですけど、うん、トップスが、うん、他のものだとイマイチだなってたものが、これを着ると何でもハマるでしょ、はい、生きるんですよね。すごいですよね。そうそうそう、これと全く同じ素材感のフレアスカートっていうのもありましたよね、うん、ありましたね。素材が合うので、はい、おかしいことはないと思うんですが、多分買っても組み合わせで合うトップスがあまりなくなると思うんです。センターラインが入ってるパンツが多いです。ストレートの方はセンターラインが欲しいのでちょうどいいものが多いんじゃないかなと思うんですよね、はい、でストレートの方は本来はフルレングスパンツが似合うので、トレンドもフルレングス戻ってきた今こそ履くといいかな。フルレングスのパンツも試着してみたんですけど、うん、すごく丈感が難しかったんですね、うんうん、そういった場合ってどうやって選べばいいですか？フルレングスってちゃんとジャストサイズじゃないとダメなんです。どの靴に合わせるかを決めて、うん、その靴を持っていくか履いていく必要もあります。本当にちゃんと履きたかったら、はい、このパンツはハイヒール用、このパンツはフラットシューズ用って分けて持たなきゃいけないんです。そうなんですよ。そうですよ。若い方知らないでしょ、はい、うん、ちゃんと裾合わせしましょうね、はい、続いてのアイテムはベルト付きウールコンコートです。こちらはストレートさんにもまさに似合う分かりやすいコートです。深い V ゾーン、襟も直線、素材がさらにこう結構張りがあって硬いですよね、うん、そこもストレート向きです。まいさんね、すごく小柄だし、お顔も童顔で可愛らしい感じでなんですが、ザ大人の女性みたいなねコーディネートがすごく自然に似合ってくる、これが骨格タイプなんですね。ザラに限らず、アウターを選ぶ時のポイントってストレートの場合何かありますか？ウールかレザーか、もう2択かな。あとはここが V になる方がいいです。よくないのが身頃が大きくてコクーンみたいなシルエットになっちゃう構造もありますよね。ビッグシルエット、うん、そのまま着太りしちゃうので、うん、ベルトでキュッとラップにするようなタイプはすごく似合うんですよね、はい、そういうものを選ぶように
してください。丈感は一般的なスタンダードな太ももからロング丈までの幅はだいたいどこでも似合うと思います。ショートコートだけは重心の上に上がりすぎてしまってバランスが取りにくいので避けたいですね、はい、それではこちらのコーディネートに使ったザラ以外のアイテムをご紹介します。まず靴は足元軽い方がいいかなと思ってオレンジにしました。ライトオレンジなのでスプリングタイプのマイスターにぴったりの靴です、はい。最後にアクセサリーです。ロングネックレスでストレートの方は深 V が得意なので一番下まで下げてもらいました。2つのが綺麗ですね。チャームの部分もすごく直線的ですっきりしていてストレートの方にとてもよく似合うペンダントです。これから寒くなってきてこうマフラーとか手袋ってこう使いたいなと思ってるんですけど、うんうん、そういったものの選び方って何かあったりしますか？ざっくりニット手編みっぽいもの、はい、ファーとかは避けてウールにしておくのが一番いいです、はい、確かにあのファーとか身につけた時にすごいなんか盛りだくさんな感じがしてしまったんですけど、なぜストレートの方がファーがあまりお勧めしないかというとストレートの方ってもともと素の状態でゴージャスなんですね、でそこにファーっていう足し算をさらにしてしまうとトゥーマッチで太って見えたりもするんですよね、はい、綺麗に見えるのはやっぱりすっきりした方なんですね。そうするとウールとかカシミヤとかシンプルで上品なもの魅力を引き出してくれるアイテムということになります。ザラのアイテムを使ってコーディネートを組んでみましたがいかがでしたか？改めて自分の骨格と向き合う機会となったのですごい楽しかったなと思いました。ウェーブタイプの陽子さんと同じアイテムを購入したんですけどやっぱり同じサイズ着ると少し違うんですよね雰囲気が。なので私はワンサイズこう上のものを買わせてもらってサイズの重要性とか試着の大切さっていうのはすごく改めて感じました。前回のユニクロ編に寄せられたコメントをご紹介いたします。冬は寒さに負けてロングのダウンコートにムートンブーツニット帽という格好になってしまいます。少しでも似合わせるコーディネートが知りたいです。かなり難易度の高い質問が来ましたね、はい、まず考え方として、私ももうとんでもない寒がりなので、はい、寒い地域に行くときなどは、もうちょっとおしゃれは二の次にしますまあ今そういう質問ではないと思うので、はい、それはそれとしてダウンコート着るならカバーのブーツムートンブーツ履くならウールのコート、すべてそこはちょっと頑張ってどっちかにしていただこうかな。どっちか選ぶとなると、ダウンコートの方が似合うものありますよね。はい、ありますね。ももぐらいの丈の、スタンダードな丈のものですね。キルティングが細かすぎずほどほどに入ってるやつですよね、はい、で表面がやたらテカテカ光沢してるあるのも避けた方がいいですね。似合うムートンブーツはいろいろこう試してみたんですけど結構難しかったです。本当に寒い時の割り切りアイテムですよ、ね、はい、そうですね、そうするとダウンコートに革 のブーツで防寒をする方がいいかなと思います、ニット帽はあの可愛くハイゲージの、はい、ベーシックなものを、かぶったりします。かぶったりします、ベーシックな丈のダウンコートに、ハイゲージのニット帽に革のブーツで防寒をしてください。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が参考になった、良いと思っていただけましたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ここでお知らせがあります。12月18日より骨格診断アドバイザー検定3級がスタートしました。こちらはご自身のスマホやご自宅のパソコンで受験ができます。つまりいつでもどこでもできます。年末年始お時間のある方はぜひ挑戦してみてください骨格診断ヘアスタイリング講座がスタートしました。骨格3タイプ×髪の長さ3タイプショート、ミディアム、ロングですね。それぞれに似合うヘアスタイルとスタイリングの仕方を学べます。もう実際ドライヤーとコテとブラシと駆使して実践でいきます、はい、ぜひこちらもご興味お持ちの方はご受講いただけると嬉しいです。詳しくは概要ページにリンクを貼ってあります。ぜひご覧になってください。パーソナルカラー実務検定公式テキストが発売されました。こちらのテキストは2級と1級のテキストなんですけれども、パーソナルカラーを学ぶならこの
一冊と自信を持ってお勧めできる内容になっています。主にはお仕事をする上に実践的な内容になっています。ファッションのコーディネートにしても具体的に紹介をかなりしています。今までにないパーソナルからの教科書になっていますので、ぜひ Amazon で楽天でも売ってますどちらでもいいのでぜひお買い求めいただきたいなと思います、はい、最後にパーソナルカラーアナリスト養成講座のオンラインレッスンもスタートすることになりました。初回は講義のうまさではかなりの腕を持つ理事の寺尾智子が講義担当しますので、はい、かなりクオリティの高いものになると思います。そこは狙い目のクラスかなと思います。こちらも詳細は概要ページにリンクを貼りますので、ぜひチェックしていただくと嬉しいです。次回はどんな企画になりますか？次回はですね、2021年の1回目となるので、はい、すごくいいものを考えていますということで、はい、内緒なんです、楽しみですぜひご覧になってください。チャンネル登録はこちら、登録してください。お願いします。おすすめ動画はこちらから。戸上社長、体型維持の秘訣とかってありますか？秘訣、夜炭水化物食べないぐらい。へお寿司の時だけ食べるの見習います